5月24日金曜日の全国の天気をお伝えします。前線が南下し、引き続き沖縄では雨の降りやすいお天気が続きそうです。一方で九州北部から関東地方にかけては広く日差しが届き、気温が上昇します。東京や名古屋では30度、東京も今年初の真夏日を予想しています。熱中症対策はしっかりと行ってください。一方で北海道や東北、北陸などは雲が広がり、雨の降る時間帯があります。外出時は傘をお持ちください。また東北北部ですとか北海道を見てみると、札幌も14度予想と気温が前日に比べて下がりますので、服装選びに注意してください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。